大金だ。大金が手に入る。この大金で借金を返済する。お前も借金がある口か。パチンコで吸った8000万。1000万。これを全て返すため、このゲームに参加した。俺だってそうだ。一体何のゲームがやられてんだ。わからない。だが、ここテニスコートか。開示、勝負の場に降りる。おいお前ら、あの缶が見えるか。三球だ。三球であの缶を倒せたら1000万だ。しかもな、前のゲームとは違って先着順とは言わない。全員が当てたら1000万だ。分かるか。こちらがラケットです。なんだ、俺はテニスやっていた。他の誰よりも部がある。あのボールに当てれば1000万。そんな簡単なゲームいいのか。本当に何のリスクもないのか。会議はまだ知らない。これが命を懸けたゲームなのだと。ただし、貴様らに命を懸けてもらう。あの間に3球で当てれなかったら死だ。ざわ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 。1000万だ。ざわざわ。外したら死。デッドは1000万だ。俺は聞いてないぞ。1000万だ。1000万がタオルもらうんじゃないのか。ノーリスクで俺は命がかけるのか。聞いてない、聞いてないぞ。せっかみるれ。お前らガキがな、1000万っていうかね、な、大金なんだよ。安くねえよ。想像してみろ、1000万っていう大金はな、小学、中学と塾通いをし、一流高校、一流大学に進学し、受験戦争に勝ったと思えば、就職、そして、出世戦争だ。お前ら、そっからな、30、40まで働いて、ようやく貯まる金っていうのが、1000万だ。わかるか？ 1000 万はね、安くねえんだよ。しかも1000万を得よう。しかも短期間で、短時間でっていうならな、もうそれは命をかけるほうがいいんだよ。わかるだろ。金はな、命より重めんだ。それを分かった上で、去りてえやつはとっとと去れ。やるものはやるんだ。戦え。そして勝ち取るのだ。1000万。それで人生をやり直せ。辞退するものは辞退しても構わない。今すぐここから去れ。だがどうしても1000万が欲しい、そういうやつは命を懸けて戦うんだ。あの缶に3球で当てろ。そしたらお前ら1000万って大金が手に入る。これを辞退しても俺の人生は何も残らない。俺は参加するぞ。俺も参加するぞ。あいつらをやるっていうのか。なら俺も人生を変えるしかねえ。あ、この1000万で人生をやり直す。クズの打ち込み用の最後の一球。これで命運分かれる。わあ、本当に死にやがった。このゲーム本当に死ぬんだ。トレガワ、俺たちがいたんだ。2人目の挑戦者、
こいつは田辺のおっちゃん。自分の借金で娘にかなり辛い思いをさせてしまったことに負い目を感じている。そいつが今命を懸けて1000万円のチャレンジ始めようとしている。おっちゃん、頑張れ頑張れだ。あじれる、あと生きがる、いける、頑張れおっちゃん。カイジ君、カイジ君、もう私には無理だ。見てくれ、もう手が震えね、震えが止まらないんだよ、カイジ君。俺は分かったんだ。世の中には2種類の人間がいる。ピンチに困窮した時にそこで震え立つ者、そして臆して動けなく者。私は後者だったんだ。僕、当てることができない。だけどね、私には娘がいるんだ。松山のパチンコ店で働いている。借金に追われてるんだ。全部私のせいなんだ。私の借金が原因で娘や。だからカイジ君、私は思うな。カイジ君は勝つ側の人間だから、カイジ君にこの1000万を託す。頼む。無理だ、おっちゃん、そんな金は受け取れない。なおさら、そんな事情があるんだったらなおさら、自分が当てて生きて娘さんにその1000万を渡すんだ。利根川さん、私は一球を打たずにカイジ君にこれを渡します。ですので、私は死を選びます。構いませんか。じゃあお前は命を捨てるってことでいいんだよな。なら構わねえよ。カイジに1000万渡せよ。ただな、これだけ言っておく。お前はな、最後の最後まで本気になれなかったクズだ。まあそれもしゃあねえか。俺は慈悲深いんでな。いざ譲ってやるよ。ありがとうございます。カイジ君、あとは頼んだよ。分かったよ、おっちゃん。この1000万のかけたこの一球を娘さんに。ありがとう、カイジ君。おっちゃん、次はカイジさんの番です。
か。まだ3球ある。とりあえず1球目、気持ち的にはそんなに死の恐怖はない。当たらねえ、球が当たらねえよ。いつものようにスイングができねえ。おっちゃんはこんな恐怖を味わったのか。死ぬって怖いもんなんだ。1000万は大金だ。人どこ動かなんてありえねえ。ラスト1球、これはおっちゃんに譲りを受けたボールだ。これを外したらおっちゃんも俺もたむなしにだ。当てるしかねえ、当てるしかねえんだ。なんだ、俺はあの缶にボールを当てて1000万勝ち取るんだ。未来を、何か誰かを呼ぶんだ。ザワ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 。さあ当たった。1000万だ。ふーちゃん、これでおっちゃんの分も報われる。俺は勝ったんだこのゲームに。エグロハタロー。カイジ、あいつやりやがったな。死の恐怖克服したのか。大したやつだ。だがやつはまた勝負に出てくるだろう。やつはそういう勝負だ。次の戦いが楽しみだ。次は直々に俺が殺してやるよ。隠して怪獣は勝った。勝って1000万を手にしたのだ。だが怪獣の戦いはこれで終わりではない。次回、利根川 VS 怪獣。